2018明治安田生命 J3 リーグ第28節カターレ富山対 AC 長野パルセイロの一戦をお届けいたします。両チームともにエスコートキッズとともにの入場ということになりました。青のユニフォームがカターレ富山、そして白を基調にしたユニフォームが AC 長野パルセイロです。さあ、それでは両チームのスタメンもう一度確認しておきましょう。カターレ富山ご覧のメンバーです。予想フォーメーションで見てみましょう。今日も3バックで戦うと予想をしています。ゴールキーパーは永井、ディフェンスは八木下、ルーカス・ダウベルマン、ダイ、2ボランチは椎名、そして差し並みスタメンに戻ってきました。サイドは右が佐々木希、左が前島、そしてワントップが小毛口で、2シャドウ佐々木陽次、そして、今日富山に加入してから初出場、初スタメンの吉岡、この位置ではないかなと予想しています。アウェーの AC 長野パルセイロ、もう一度メンバー確認しておきましょう。ご覧のメンバーです。今日は遠藤が出場停止になっています。予想フォーメーション、こちらは 4-4-2 で予想しています。ゴールキーパーは阿部、ディフェンスは三上、大島、寺岡、松原、2ボランチは佐藤と岩沼、サイドは有永と河合、そして2トップバンダイと松村と。長井のボールはここまで来ました。さあ戻してもう一度長野が上げていく中からバンダイ、そこに通ればというところだ。これはシュートチャンスになる。左足、おお、フィールドプレーヤー止めました。ルーカス、長野は決定的なチャンスでしたが、富山長井が戻れないところ、ルーカス蓋をしました。その佐藤から今度は前線裏抜けてバンダイ、チャンスは作っています長野。ゴールまでの距離は推定で32メートルと表示がありました。ゴロのメタヘディング、長いナイスセーブ。最後は寺岡、バンダイへというボールは富山ルーカスがことごとくついていますが、ここはちょっと抜け出す形になる。シュートのチャンスはどうだ、ゴールはなりません。松村、ルーカス、ダウベルマン自分で上がっていくのか。台も今高い位置にいます。ハーフエライン越えています。前線にボールを送り込んでヘディング、ルーカスエリアの外からシュート、キーパーナイスセーブ、ダメです。ルーカスはエリアの外から打っていきました。佐藤裏狙っていきますが繋がらず、ここはしかしエリアの中に来た、シュートまで持っていけるか、東入れてきます。まだあります。もう一度中へ掘り込んだ、キーパー取れない、決まりました。東打ち続けて決めました。先制は長野です。後半この時間帯で先制ゴールを決めました。川上から小毛口、前を向く右八木下、パスを渡して小毛口、走る走る、川上も走る走る、椎名もエリアの中に来た、シュート、八木下の選択はシュート、長いに合わせた、まだあるぞ。前線に選手は残っています。長いの長いもまた高い位置まで行きました。さあクロスを入れる、ファーサイド八木下、シュート、小毛口決めました、同点ゴール。攻めて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 攻め続けたカターレ富山、アディショナルタイムで同点に追い
ロスが入って八木下ヘディングでそこにいたのが小毛口。もう目安のアディショナルタイム3分の時間は過ぎています。ここで長い笛、試合終了。カターレ富山対 AC 長野パルセイロ1対1のドローに終わっています。